建築設備設備のうち、建築に関わる設備建築学。建築設備学ラージハドロンカライダーのパイプとケーブル、機械的、電気的、配管間の統一の例建築設備のうち、建物の設計と建設における機械、電気、配管について言及する。商業ビルでは、これらの要素は、多くの場合、専門のエンジニアリング会社によって設計されており、MEP の設計は、 計画、意思決定、正確な文書化、パフォーマンスとコストの見積もり、建設、及び結果として得られる、施設の運用、維持にとって重要である。MEP は、メーカーが単に機器を設置するのではなく、これらのシステムの詳細な設計と選択を明確に、網羅しており、例えば配管工は、一般的な観光及び規制コードに基づいて、 商業用給湯システムを選択して設置する場合がある。MEP エンジニアのチームはエンジニアリングの原則に従って最適な設計を調査し、インストーラーが開発した仕様を提供している。その結果、MEP 分野で働くエンジニアは、力学、流体、熱力学、熱伝達、化学、電気、コンピューターなどの幅広い分野を理解する必要がある。 建物の他の側面と同様に MEP の製図、設計、文書化は従来手作業で行われていた。コンピュータ支援設計はこれよりもいくつかの利点があり、多くの場合 3D モデリングが組み込まれている。それ以外の場合は非実用的であるが、ビルディングインフォメーションモデリングは MEP 設計の全体的な設計とパラメーター。 変更管理を提供している。MEP サービスのドキュメントを維持するには、地理情報システム、または資産管理システムの使用も必要になる場合がある。MEP の機械構成要素は通常、H バックサービスのスーパーセットであり、従って人間の快適さのためにまたは機械の操作のために、環境要因の制御が組み込まれている。暖房、冷房、換気、 および廃棄はすべて建物の機械的計画で考慮すべき重要な領域であり特別な場合には水冷、加熱、湿度制御または空気炉化も組み込むことができる。例えば Google のデータセンターでは熱交換器を使用してサーバーを冷却しておりこのシステムは初期エネルギー消費の12%の追加オーバーヘッドを作成しており オーバーヘッドが30から70%である、従来のアクティブ冷却ユニットからの大幅な改善であるがただし、この斬新で複雑な方法には、機械エンジニアによる慎重かつ高価な計画が必要で、機械エンジニアは、建物の電気及び配管システムを設計する、エンジニアと密接に連携する必要がある。H バックシステムを設計する人々にとっての主要な関心事は、 効率、つまり、電気と水の消費で、大規模及び小規模の両方で、システムの設計を変更することにより、効率が最適化される。ヒートポンプ及び蒸発冷却は、従来のシステムに代わる、効率的な代替手段であるが、より効果であるか実装が難しい場合かがある。MEP エンジニアの仕事はこれらの要件を比較し、タスクに最適な設計を選択することである。 電気技師と配管工は通常、サービスをお互いの邪魔にならないようにすることを除いて、お互いにほとんど関係がないが、機械システムを導入するには、配管を電気で制御し、電気を配管で修理できるように、二つのシステムを統合する必要がある。したがって、MEP の機械構成要素は三つのフィールドを結合している。交流電流事実上ての近代的な建物は、 家庭用及び日常の電化製品に電力供給のために何らかの形の AC 主電源を統合している。通常、このようなシステムは100から 500V で動作するが、その分類と仕様は地域によって大きく異なる。主電源は通常は建物の床下、壁の空洞、天井の空洞に隠された絶縁された銅線を介して分配され、これらのケーブルは壁、床、 または天井に取り付けられたソケットに集団されている。同様の手法がライトに使用されるが、通常、二つのサービスは、分電盤で異なる保護デバイスを備えた異なる回路に、分離され照明用の配線は、電気技師のみが管理しているが、照明器具などの器具の選択は、場合によっては、建物の所有者、またはインテリアデザイナーに委ねられる。参照電源は、 一般的に産業機械、特にモーターや高負荷デバイスに使用され、参照電力の供給は建物の設計段階の早い段階で検討する必要があるがこれは国内の電源とは異なる規制があり、ケーブルルート、配電盤の場所、大型外部変圧器、道路からの接続などの側面に影響を与える可能性があるためである。 情報技術技術の進歩とコンピューターネットワーキングの出現により、データおよび通信配線を組み込んだ電気システムの新しい側面が出現。2019年現在、ペッ e およびメピを含むいくつかの派生当事語が、この分野で提案されているが、同等の名前は、低電圧、データおよび通信で、通信ネットワークに使用される、低電圧システムは低電圧ネットワークと同じでは、 ないことに注意されたい。電気設備の情報技術部門は、コンピューターネットワーキング、電話、テレビ、セキュリティシステム、音声配信、ヘルスケアシステム、ロボット工学などに使用され、これらのサービスは、通常、様々な業者によって、高電圧の主電源配線にインストールされ、多くの場合、セキュリティインストーラーや、オーディオインテグレーターなどの非常に特定の業者に委託される。 低電圧配線の規制は多くの場合、人間の安全にとってそれほど厳しくない、またはそれほど重要ではなく、その結果、電気業界からの絶え間ない試みにもかかわらず、この配線は有能なアマチュアによって設置、または保守されることもより一般的である。自動車エンジンをテストするための実験室。建物に組み込まれた配管と、 電気設備を示しています配管システムの有能な設計は他の取引との競合を防ぎ、高価な手直しや余剰供給を避けるために必要で、標準的な住宅配管の範囲は通常、主電源の飲料水、温水、下水道、雨水、天然ガス、及び場合によっては雨水の収集と保管を対象としており、商業環境ではこれらの流通システムは、 より多くのユーザーに対応するために拡張され、水耕栽培、灌漑、燃料、酸素、真空、圧縮空気、固形物移送などの他の配管サービスの追加にも対応している。配管システムは空気の分配、制御も行うため、MEP の機械部分に貢献し、H バックシステムの配管には、クーラント、加圧空気、水及びその他の物質の移送が含まれ、 空気輸送のためのダクトも配管を検討する場合があるが通常は様々な職人によって設置されている。ありがとうございます。